こんにちは、はい、さあほやほやです。今エンゼルスの試合が終わりました。ジャイアンツとの試合なあ、はい、最後ヒヤヒヤしましたけど、まあ、ちょっとエラーでな、一つ取っとけよとか思うけどさ、はい、ドキッとしました。なおエリアなあ、まあまあでも、はい、自責ゼロということでな。そうなんです。4対1で、エンゼルス勝ちまして、はい、これで大谷選手なんと前人未到2年連続2桁勝利2桁ホームラン達成。ああすごい。いやすごいって一口に言うけどさ、はい、この体力がすごいよな。スタミナというか、まあ、大したもんだよ。そうですよね、はい。まあ、今日、大谷投手先発したんですけれども、6回97球、うん、で、被安打3、はい、5奪三振そして3四球、はい、まあ、1失点というところなんですけれども、はい、うん、まあ、完璧だよね。まあ、そうですよね。いや完璧完璧、はい、いやそんで、まあ、ヒットは出なかったんだよね。そうですね、でもまあ申告敬と1つ、はい、最後の打席はフォアボールという、はい、でもノーアウトランナー1塁でライトが上がったフライでタッチアップする、はい、でワンアウトセカンドを作るという、うん、まあすごいな。いや投打に大活躍ですよ。そうだな、まあ、はい、野球センスが溢れてるというかな。うん、いやすごいですね。もう野球をやるために生まれてきたね、この子は。そうでしょうね、うん、で、まあ、野球以外でもすごかったと思うけどな。あ、他のスポーツをやってたとしてもっていう。やったとしてもね。まあ、そうですよね、うん。エンゼルス先日連敗、大型連敗ありました、うん、7連敗で、プレーオフ進出を本当はかけてトレード期限にめちゃくちゃ補強したんですが、その時点でトレードで補強した時点では 19% プレーオフ進出にはあった。まあでも、はい、それでも低いけどな。まあ 19% も低いは低いんですけれども、ただその7連敗してしまった試合の後に一気に確率下がって 1.4%。 やっぱりあの必死になるからね、他のチームもね、はい、うん、まあ、そうなってくると、まあ、自力にちょっと欠けるエンジェルスはちょっと苦しかったかな、うん。まあ、そうですよね、となってくると本当にあのトレードが活発に最後行われてた時は、うん、やっぱりエンゼルスは大谷選手を放出しないと、絶対にトレードで出さないって、もうだからしないって言ってた、言ってたんですけれども、もうここに来てこの 1.4% になったまあ、オフはね、やっぱその価値をさ、はい、でもっと打ってくれたりだとか、はいはい、まあ、1本のホームランの価値が、ね、勝つことによってもっと上がるとか、それ考えると、まあ、トレードっていうか FA 宣言して、はい、まあ、どっかに移る可能性はあるけどね。そうですよね、うん、まあ、今年が契約最終年なので、はい、今年のオフ FA になるわけで、はい、そうなってくるとこれメジャーリーグ市場最高額になるんじゃないかと今言われてます。いやそれはなるでしょいやこれならなかったらおかしいよそうですね。だってエースも4番っていうか強打者を同時に取る感覚だから、はい、そうなんですよね。そうそうそう、言ってしまえばで、今有力視されているのが、まあ、メッツとニューヨークメッツとドジャース、この2つが言われていて、で俺気候的にはドジャース行きそうな気がするな、うん、まあ、あったかいっていうところで。そうですよね。で、まあ、メッツはあのシャーザーとバーランダー投手を出したじゃないですか、うん、それによってあ若手の再建に図るから大谷は取らないんじゃないかって言われてた一方で、その大型契約のしてた2人を出したから資金があると、だからこれ取りに行くんじゃないか。資金はメジャーのチームだったんだ。まあ、ないところもあるよ、お金がない、はい、苦しいところもあるかもわからないけども、はい、まあ、大谷を取ろうかって考えてるチームは、はい、そのぐらいのことは調達するよね、絶対に。まあ、そうですよね、まあ、ドジャースが合ってるような気がするけどね、はい、でドジャースはやっぱり欲しいっていうのは、うん、ずっと変わらないと。だよね、はい、やっぱりこのエンゼルスがこう、ね、今の失速を見ると、じゃあ今オフまた契約するのかってなると、ハテナのところも出てくる、ハテナマーク、エンゼルス、はい、まあ、ちょっとお金がな、そうなんです、ね、ないのかもわからないしね、はい、まあ、だけどドジャース似合わないか。いや似合うと思います。俺は似合うと思う、気候的な感じとかユニフォームも、ユニフォームもな、はい、はいいような気がするけどね。そうですよね、まあ、ただシーズン終わってないので、まあ、1.4% とはいえゼロではないので、こっからいやいや、まあそうだけどさ、はい、プレーなかなかやっぱ苦しいと思うよ。苦しいですかね。 1.4 を100にしなきゃいけないわけでしょ、はい、まあ、そうです、はい、それは苦しいと思うよ。相手があることだからな、まあ、そうですね、相手もあることですしね、うん、ただゲーム差もちょっとどんどん開き始めていっちゃいましたし、はいはい、厳しい、いや厳しいと思うよ。
よ。それはゼロではないからさ、諦めることはしないと思うけど、まあだけど現実問題考えるとまあ苦しいよな、相当苦しいよな。だって5割いってないわけでしょ。5割いってないチームがやっぱワールドカードって、はい、なかなかやっぱそこから苦しいよ。確かにそうですよね。あとやっぱりその大谷選手のこの以降の後ろのピッチャーたちの状況を考えてみたり、今日なんかのね最後のああいうエラーを見てしまうと、まあ、やっぱり厳しいのかなっていう。まあ厳しいよね、うん、まあしょうがないよこれ。となるとやっぱり大谷選手個人の今度はやっぱタイトルだったりとか、うん、まあそうだね、うん、まあただその大谷はねあれだけのこう、はい、実績を残しながら行ってて、はい、やっぱ優勝してほしいな。本来はそうなんですよね、うん、で優勝した中でこういう活躍を見れると、はい、もっともっと価値が上がるけどね。そうですよね、うん、本人もやっぱり優勝するっていうそういうところにヒリヒリする試合をやりたいっていう。いやそりゃそうだろう、そりゃそうだよ。そうですよね。それせっかくやってんだもん。私あのまだ優勝というものも味わえてないですし、まあ、そうだプレーオフ進出っていうところもそうですけれども、ただね今打率はこれちょっ と、 8月9日の14時時点になるんですけれども、はい、大谷選手、打率が今3位です。3割7厘ということで、はい、でホームランは40本、はい、2位がロベルトの31本なので、まあ、9本差、はい、で打点が2、はい、83ということで、これは三冠も視野に。三冠取るにはやっぱり2番打ってるときついかもな、うん、3番 4番、うん、まあそのぐらいの方がランナー溜まってみたいな。そうですね。で申告敬遠もなくてっていう、はい、なんかこう2番とか打ってるとさ、はい、まあ、1塁が空いてたらもう確実に申告敬遠とかさ、はい、そういうことされるしね。そうですね、うん、で特にワイルドカードとか、はい、まあ、優勝争いしてるチームなんか、うん、特にそうしていくよね。あそうですよね、うんうん、だからこれもチャンスがなくなるし、はい、うん、だから打点も多く増えてこないだろうしな、申告敬遠だと。そうですよね。ってなると三冠王っていう、まあ、ホームランはチャンスはあるけどな、うん、チャンスはあるけど率はどのぐらいなの。率がトップがですね、3割2分2厘レイズのディアスですね、はい、で3割7厘なので、いやこれもちょっと空いてんな。やっぱ2部って空いてますか。やっぱ空いてるよ。そうか、うん、ってなるとやっぱり打点打率っていうのは、まあホームランとなんていうの打点っていうのは連動してるけどもね、はい、ランナーを置いて一発出れば、うん、まあ、ボーンと稼げるけども、はい、まあ、だけどやっぱこう2番打ってるうちはどうだろうな、ちょっと打点っていうのもね。もでも優秀な 1,2 番がいればまた別だけどね。まあ、そうなんですよね。じゃないと勝つためにはやっぱ大谷が2番かなと思うし、これ例えばプレーオフ進出が本当にもうゼロになったっていう時点で、例えばその大谷選手のその三冠だったりとかそれを後押しするために、例えば2番ではなくて3番とか打順をちょっとっていう監督とか、まあ、可能性はあるよね、うん、ただそのホームランをもっと打たせたいためには1番にするとかさ。そうすると打点が、打点が減る、ね、減りますね。だからまあそこら辺の兼ね合いは、まあ、これからどう考えていくかね、うん、でどこに焦点を絞るかによって打順っていうのは変わってくる可能性はあるけどね。ただ見たいですねやっぱ三冠。いやそら今三冠取ったら半端なくなるぞお前。ピッチャーなのに野手で三冠ってすごいですよね。すごいよな、まあ、もう漫画の域を超えましたね。なあ、まあ、漫画だったら描けそうだけどね。でももうどう超えすぎてて漫画の作者も思い浮かばないみたいな、みたいな感じだよね。はい、なってきますよ。だいたい二刀流を大谷がやったから考えつくけど、はい、あんまり考えつかなかったでしょ今まではね。ないですよね、うん、だから漫画の本当にどう超えてるんだよ。そうですね。そうだ本当に我々の常識の度を超えていっちゃってるので。なあ、はい、だからまあそうだな、まあ、オフに向けての、うん、まあ、トレードもあるだろう、あトレードっていうか FA もあるだろうけども、はい、やっぱ今年どんな成績を収めるかね、はい、まあ、楽しみだけど50本はいってほしいなと思うけどな。ですね。でもこのままの状態なら50本もあと10本で、いやだ申告敬遠があるからそこですね、うん、だから、まあ、そこら辺で本数はまたペースとすればこう落ちてくるだろうけどさ、うん、50本打ったら、まあ、40本でも価値あるけどさ、はい、50本打ったら本当にすごいな。いやすごいですね。いやでも打ちそうな気もしますけれどもね、大谷選手ならとか投手どっちか、うん、あれですけど、もう盗塁でも軽くセーフになるね。早いですね。まあまあめ、あんまりマークしてないっていうこともあるだろうけども、うん、はい、早いな足を。あんなに
背高くて筋肉量もあるのに、はい、いやだからあれだけ筋肉量があって、はい、あれだけ大きい筋肉を早く動かせる能力っていうのは NBA バスケですか、うん、はい、あのぐらいのクラスの身体能力だよね。 NBA の選手の身体能力っても半端ないからね、うん、でもそれに劣ってないよね、全く。ですよね、見劣りせずですもんね。大谷ダンクシュートできるだろうなこれいや多分でも一つぐらいできないことみたいですけどね、ダンクシュートが下手とか。これだけ水泳金槌なんですよそう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 なんかなそれも見たいですけど、見たいけど、はい、いやダンクシュートは確実にできると思う。まあ瞬発力もありそうですしね、 あれだけ。いやでも本当毎年毎年記録を塗り替えていって、で今年は本当前人未到の2桁勝利2桁ホームランもこれでもう達成したので、うん、毎年何かクリアで塗り替えてきますね。まあそうだな、うん、でもまあピッチャーやめたら、はい、じゃあ三冠を取れるかって言ったらそんな問題でもないしね。うん、なんかバランスよくやっぱピッチャーと野手と、うん、はい、やってるからバランスが自分の中で取れてるんだと思うよ。だからピッチャーがあるからバッターとしても生きてるっていうことなんですね、うん、だからそうだね、だからピッチャーがあるからバッターも生きてるし、うん、っていうような大谷の中の一つのそのサイクルみたいなのがあって、はい、多分それがカチッとハマってるんだと思う。だから両方の成績が今年非常にいいっていう、まあそうだね、ことなんでしょうね、うん、まあ千年歳したら暇持て余すんじゃないのいやいや本当にそうでしょうね。いやなんか野球やってる気じゃないですよみたいな、暇時間が体力が余っちゃってさ、そうなるでしょうね、うん、なんかな、うん、なんかそんな感じがするわ。いやでもこれからもねどんどん多分記録を塗り替えていって、はい、新たな歴史を作ってくれると思うんですけど、まあひとまず、はい、まあ前人未到の2年連続2桁勝利2桁ホームランおめでとうございますというところで、もう安定感抜群だな、見ててそうですね、もう自在だよ、うん、だから一頃とはまた一皮むけてるというかさ、まあ、あれで一皮むけるんだからまだむけそうなんだまだですよね。でも一時は能豊さんの盗塁の数とか打率は豊さんがいいんですよね。お前比べんなって怒られるっつう恥ずかしいっつう